やっていきますか、みんなでバトル。ちょっと前回の動画から勝つ波が消えたけど、今日その波をちょっと押し返して、めっちゃ押し返してやって、勝つ波に変えていきたいと思います。最近みんなでバトルをね、多めにやってるから手がですね、みんなでバトルに馴染んでくるって言えばいいのかな、まあ慣れてきて、なんかプレイが上手くなってきてるような気がするんですけど、まあそれがちょっとまだわかんないですけどね。まあ自分で上手くなったみたいな実感はないし、待って、俺今左下、そうなるって分かってたから左下。もうこれどうしよう、結構怖いな、ここ。よし、このまま落ち着いていこう。右の大砲が出たら渡ろうか。 OK。 そして、あ、上に行かないけんの、なるほど。一緒に行こう、キノピオ。一緒に行こう、一緒に行こう。そんなことしないでさ、一緒に行こう。もう一緒に行こう。もう一緒に行こうぜ。出たー、見てほら、出たー。こういう人いるよね。まあ僕もするかもしれないけど、こういう人いるよね。ああいう人大体ね、負けるんですよ。絶対やり返ししてやる。もうあのキノピオでしょ、覚えてて。よし、キノピオへの復讐行くぞ、妹よ。絶対俺はあのキノピオには負けない。まあ他の人には負けても、あのキノピオには負けない。行こうじゃないか、キノピコ、復讐への。あ、見とけばよかった、今のキノピオ。誰だったっけ、今のキノピオ。こん中いる、ちょっと待って、絆の星 TV いる。絆の星 TV いる。結構前に当たったよね。3回か4回ぐらいの前の僕の動画にね、絆の星 TV さんっていう方がいたんですよ。そして絆の星 TV さんは赤の土管か。オッケー、俺は黄色の土管のマリオです。キノピオには負けない。よし、オッケー、よし行こう、行けこれ面白い。よし行け、絆の星 TV 待つんだ。なんで早い、なんでこういうとこ。出た、待って、出た出た、挟んで死ぬやつ最悪。見てほら、最悪。あ、絆の星 TV 一緒じゃん。待って、そこ行ったらダメだよ、絆の星 TV。 よし、オッケー、絆の星 TV。 よしよし、行こう行こう。待って、これ危ない。よし、早い早い早い。オッケーオッケーオッケー、絆の星 TV。 あ、絆の星 TV 待ってくれ。楽しい、この P 初めて使うけど楽しいな、これ。はい、負けました。絆の星 TV と共に負けました。絆の星 TV、 もっかい、もっかいだけ。こんなんじゃ絆の星とね、いい戦いをしたとは言えない。ぜひ追ってほしいけど、いるかな、いないか。もっかいね、絆の星さんと戦いたかったんだけど、やっぱりね、みんなでバトル終わって続けるっていうボタンを押しても絶対当たるとは限らないからね。ちょっと寂しいけど、次のコースやっていきますか。で、ジャンプ、オッケー、踏んでいく。やったね、オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、危ない危ない、やられる、危な。うわ、なんだこれ、なんでいつもいいところにおる。で、このまんま渡っていく。ちょっと前のみんなでバトルの方が楽しかったな。こんなに負けてないもんな。こんなに負けてないもんな。めっちゃ負け続けてる、やば。しかもこれ一番レート上じゃん。ちょっとね、一番レートの上の時って結構プレッシャーなんですよ。なんでかって、やっぱ負けるとガツッとね、レート減らされてくるから、そういうプレッシャーがありますよね。さて、これは上の方に行きたい。よし、 OK。 上の方に行ってもあんまり意味なかったな。よし、キノピコ一緒に行こう、兄弟でしょ俺ら。ジャンプ、 OK。 おいおいおい、踏みすぎだ。まあありがたいけど、ありがたかったけど、このまま行こうか。ジャンプ、 OK。 で、これもジャンプして渡っていけない。嘘、マジで。あ、でもこれ下から行けるようになってる、優しい。待って、これは、待って、大丈夫これ、え、どここれ。ちょっと待って待ってくれ、これどこだ。これはみんなでバトルってこんな難しかったっけ、なんだこれ。さあ、次のコース始まりました。あ、スタート悪い、スタートの幸先めっちゃ悪いな。取っていけばよかったかな、アイテムを。まあ落ち着いていこっか、とりあえず。待って、ワンワン危ね。よし、
このゲッソーも危ないな。ずる、そのファイヤーベイはずるいな。結構飛ばしていけるでしょう。うお、バンツ、バンって来た、バンって来ました。ちょっと待って、待ってもう、もうほんとこのワンワン嫌、マジで。ちょっと待って、出さないよ俺、出ないもん俺出ないもん、もう。よし、ジャンプして渡ってく。そして上に行きたい。もういい、このコース負けでしょ、絶対負けやろ。ファイヤーベイ取ってこ、ファイヤーベイ取って、これ渡って、走って渡ってく。どうせマントあるからいいんですよ、どうせね。でここでマントを取ってく。そうそう、でここでマントを取ってさ、俺はねこうジャンプしたかったんだけど。よし、待って、マジでこのワンワン邪魔なんだけど。よし、でここ、ここ渡りたい、ここすげえ渡りたいこのまま、うそーん、なるほどね。待って待って、危ない危ない、そうそう危ないからよしよし、オッケー。マリオ、あなたとは優しく一緒に行こうね。オッケー、そうそう一緒に行こう、一緒に行こう。ちょ待って、危ない危ない、今投げようとした、絶対このマリオ投げようとした、絶対許さない。そんなんマジで許さねえから、もうほらどっか行って、俺絶対許さねえから。よしその前にキノピオが言ったか、すごあのレモンティー全部黄色やん。ダークソウル1の1めっちゃかっこいい。どんなコースなんだろう。ダークソウルっていうゲームはねしたことはないけど見たことはあるから、まあ、どんなステージか楽しみですよね。ダークソウルっていうくらいだから闇っぽいと思ったけど全然違うな。なるほど、これはあの土管に入ってすぐ左で壁キックね。それはわかるんだけど、なんだこのラグさは。ちょっと待ってくれ、相当ラグいんだけど。よし、俺が一番に行くぜ。よし、オッケー。で、このまま左に壁キックして、オッケー。で、このままジャンプ。よし、オッケー。そして渡ってくる。あ、うそ勢いが強かったな。あの、この魚危ね、トゲトゲだったっけ、プクプク、プクプクじゃないか。ちょっとあの魚の名前の分からんけど。よし、でこのままドスに上に連れてってもらえますか。ジャンプ、オッケー。まあまあまあ急がなくていいと思います。まだねゴールはないと思うんですけど、これはクリボーと一緒に行こう。ゴールあるやん。今日は負けが多い、非常にまずいです。まあ別にいいけどまあ別に楽しいからいいけど。ってかさっきいたな、あのレモンティーとディッキーって読むのかな、あのルイージ、あの人もさっき勝った人じゃん。っていうことはここでリベンジ果たします。そしてこれが今日のラストバトルにしたいと思います。せめてあのルイージには勝ちたいな。よし、ルイージ、ルイージ飛ばされてやんの飛ばされてやんの。よし、これで、あ、結構ルイージ遅い。でもね、キノコ取ってるな。よし、このまま、うお、危ね、焦った今、あー取れなかったな。まあいいや、まあいい、もういい、もういい。なんでジャンプして渡ってく。よし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 、で、これも渡っていこうか。あ、ルイージには勝てそう。よし、で、中間ポイント、オッケー。で、あー落ちたと思ったら危ない、ナイス反射神経。そしてなんかもうそろそろゴールありそうなんですよね。よし、このまま渡っていく。で、中間ポイント、ちょっとキノコがない状態だから結構出たよ、出た、これまずいまあまあまあ、まだ間に合う、まだ間に合うかな。よし、あと1回か。待って、危ない、ちょ、え、どこ行った、これ、俺が鍵を手に入れたってことか。よし、で、右に渡ってく。よしやったー、で最後に勝ててよかった、全負けになるところやったわ。はい、それじゃあ今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。みんなでバトルをですね結構動画出してると思うんですが、やっぱ前バトった人っていうのは意外と覚えてるもんだよね。まあ名前変えちゃったりとかされたらさすがにわからないけど、まあ印象が強い人っていうのは意外と覚えてますよね。あと強すぎる人かな、
まあまああるあるだよね、ミンバトやっててまたこいつみたいなまあ皆さんもねバトルやってる方はねそんな経験があるかもしれません。いやその時にねやっぱこいつには負けねえみたいな勝手にこっちがライバル意識持つことってありますよね。まあそんなんも含めてこのみんなでバトルはやっぱり面白いなと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。